その人の親指を食いちぎったのよ、3人ぐらいの手があったのよ、その瞬間にその男はスッて立ってそいつの2人についていったのよ、もう小さい頃からじゃあそういった霊感はお持ち終わりだったんですね。そうそう、まあまあ親父死んじゃったからまあ今話をするけど、うちの親父はまあ動物園に取り憑かれてお祓いをしてもらったことがあるのね。その時は本当にひどくて、僕は小学校1年生の時に本当にまあすごかったし、村中っていうか田舎だったから村中で大騒ぎになったんだけど、親父が突然いなくなったりとかで、行方不明になると山の中にこうやってじっとしてる、すんごい目つきで、でおかしいおかしいって言って、まあいわゆる精神病じゃないかって言われたんだけど、でまたその日もいなくなったんで、村の聖伝団とか消防団がね、山狩りじゃないか探しに行ったの。で青木さんって、僕本名の青木なんだけど、青木さんって探しに行った。何おかしいんだよ、まあ、今青木で笑ったろ今それ青木に対して失礼だぞ。どこで笑うんすか。いや素晴らしい名字じゃないですか。青木さんですよ。いいじゃないですか青木さんで。まあ俺がちゃちゃ入れたら悪かったけど、話は戻すと意外と普通の名字なんだな。いや思ってたい。すみません、ほんまに笑った。すみません二度目ですよ。すみません本当に。それで村っていうか、あのね、町の青年団と消防の長山狩りで青木さんで探しに行った。でなかなかいなくて、一人の人が見つけたのよ、藪の中にこ うずくまってた。で青木さん何してんの、青木さんって言っても返事しない。で青木さんって言ったらすごい顔してたらしいね、親父がね。で帰るよって手を掴んだら、その人の親指を食いちぎったの、食いちぎったんですか。その人の親指今でもないんだけど、うわすごい。それでこれはおかしいって言って、でまあまあお祓いの人が来て、俺子供の頃に覚えてるんだけど、3日間ぐらいずっと煙を焚いてた。でやっと味を落ち着いたけど、また何するか分かんないって、しばらく親父は鎖でつながれてたの。本当そうだったの。その時にその霊能者がうちのおふくろに、この子はそういう感覚がすごいあるかもしれないから、おかしなこと言うけどちゃんと聞いてあげてっておふくろ言われてるんだよ、俺のこと。だから俺は小学校の小さい頃にいろんなことは言ったし、いろんな年とこと話をしたけど、おふくろははいはいって聞いててくれたの。でも高学年になって、この友達に話すと、え何言ってんの、うん、ってなって、あれこれは言っちゃいけないことを俺は言ってるんだってなって、で中学校高校ぐらいになると、今度今みたいに一般化してないんで、怪談話が、はい、なるほど、ちょっと眉唾本みたいなとこがあったんで、一緒に話ができなくて、でこの業界に入った頃にこういう話はっていう一般化されたので、じゃあありますありますって話をしだしたのがきっかけ。あ、そういう流れだったんですね。そう、まあ、物事は全て発見のが先で、それを立証するのは絶対後だから。そうですね、科学は全部そうじゃない、はい、で最初こうだって言ったりしたら、バカじゃねえかってバカ者扱いされるけど、それが立証されると、おーすごいってノーベル賞もらったりするわけだから、この世界ももしかしたら50年後はそれ立証されて、まあ普通にある世界かもしれない、うん、そうですね。でこのやってる次元のちょっと横で同じようなことをやってる次元があるかもしれないとか、うわ面白い、ずっと聞いちゃいますね。考え出すと深くなっちゃうけど、橋本さんどうですか、なんか聞いてみたいことなんていう、もうこの際だから。それこそ私はその20歳ぐらいまではなんとなく見えてたような気がするんですけど、うん、逆に大人になると全然何も見えなくなったんですけど、やっぱりそういう境目ってあったりするんですか。いや全然ある。だからもう小学校の頃すごい見てたけど、中学校の時ちょっと見なくなって、また見てるよって、見てる見ないからはっきりしてる、うん、でこの業界に入った時ずーっとすごいずーっと見てて、でまた一回こう下がるんだけど、なると全く見えないのね。だから常にそういう話をって言われても、だから霊能者の人はすごいなって思うのは、常にそうやって見えてるとかっていうの、うん、それ全然見えない時は全く見えないんで、どうって言われても、うん、でまだ嘘を言えないんだよ。そうですよね。そう、それはね、その人もただ本当に見える時にもう言えないんだよ。本当に見える時は言えなくて、僕の友達が、まあ、あるマンションにいたんだけど、その古いマンションだった、うん、で鉄の扉のマンションで、そこに遊びに行った時、ここ立て付け悪くてさって、鍵開けてもさ、こうやって開かない時なんだよ、開けてって言って、そこについてやった時に開かなかったのよ、ガッ、うん、詰まってガッて開けて、開かない、そんな硬いのかよって、そうなの、たまに重たいんだよって、うわって開けたらこのぐらいいたのよ。このぐらいいた中の取っ手あるじゃない、ノブのに3人ぐらいの手があったのよ。3人ぐらいの手がそのノブ突っ張ってんだよ、だから開かないんだよ。で俺はうわーって思ったけど、そいつには言えなかったの。あ、怖っ。なるほど、だから本当に見えた時にも言えないってことなんですね。そうか怖いな。だから本当に見えた時も言わないっていうのは本当にそうで、見えて例えば取り憑かれてもその人分からないから。そうですよね。それ取り憑かれてるよって言ったら、いや普通ですよって言われたのもそれ前だし、まあ、本当に
さっき言ったあの何心霊スポット行った時も、心霊スポット、心霊スポット大阪の、あの山の方に、まあ心霊スポットと言われるトンネルがあるんだけど、そのトンネルって手前に20体ぐらいお地蔵さんが並んでるトンネルなの、うん、多分これ聞いて分かる人は分かると思うけど、はい、そこは片側通行のトンネルなんだよ、うん、狭いから、はい、信号が手前についてて青信号だとこっちが行ける、はい、向こう側の信号だとくれるっていう、そこでよく霊が出るって言って霊能者と行って、でそこのロケ現場に着いた時にちょうどワンボックスが来たんだよ、はい、白のワンボックスで大阪ナンバーので、ここやここやって言って3組ぐらいのカップルが降りてきて、うわ気持ち悪いとか仲いい話したら、その中の1組がじゃあ俺たちはそっちで待つけど、お前らは2人でここを歩いてこいと、そういうだからまあ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 お化けなんだか、まああれだけど肝試しみたいなことやったんだろうけど、その時に大丈夫かななんて思いながらその霊能者とパッてトンネルを見た、何気にトンネル見たら、まあ薄暗いトンネルだったんだけど、その真ん中あたりに男の人が座ってたんだよ、それ明らかに霊なんだよ、で、あって思った瞬間に霊能者が、あ、いるわねって言ったから、え、あそこに座ってる男ですよねって、そう、真ん中に座ってる男って言ったから、俺とも同じように見えた、はい、だからその2人は見えないからギャーギャー言いながら歩いていく、その座ってる男の方、怖い怖い怖い、で歩いていって、その男と交差したあたりでもそいつら気がつかないの、はい、その瞬間にその男がスッて立ってそいつの2人についていったのよ、これで、あっって思ったけど、僕らは何も言えないもん、それ言えないんだって、ついてきましたよ、気をつけてくださいねじゃないから、そうするとその後どうなったかっていうのも僕も分かんないけど、だから俺は心霊スポットっていうところは絶対行かないっていうのは、いやよくね、連れて帰っちゃうので、そういう場所に行くと連れて帰るって話ありますけど、はいはい、まさにその瞬間そういうふうに連れて帰っちゃうんだっていうのを聞いたの初めてだったんで、怖っ、だから行くんだったらまたその霊能者で笑いができる人もそうだけど、ちゃんと処理ができる人と行かないと、まあまあその一緒にいて、まあ、まあまあこの今今日は話しませんけど、一緒にいて、まあ、死んだ子もいるので、あ女の子で若いキャーキャーして女の子も連れてって行った時にも、だからそういうのがあったので、まあ、連れて帰るっていうのもあったから、まあ心霊スポットには行かず、でそこからだんだんそう遠のく、僕はそれ遠のいてって行ったんだけど、今日は綺麗なお姉ちゃんが来るって言って騙されてきた、うん、そういうことだったんですか、橋本さん絶対またあのここセットで、ちょっと来てほしいんで、こんなにすごいお話聞けるんだったらいつでも来ます、いいですね、はい、後であのスケジュールだけ確認してください、いつでもうわありがたいわ本当に、そうそう気をつけてね、何ですか、あのこういう話をして霊が来るってことは言うけど、まあまあここではそうはないでしょうけど、霊を連れて帰ると自分でわからないので、うん、やめとこうかな、ねえ、怖い、怖いな、怖い、やめとこうかな、何ですか、何ですか、まあとにかくたまにこうなんかトレンとか歩いてさ、ゾッてするときあるじゃない、何もないのに、ゾクッてするときあるでしょ、そのゾクッてするときは必ず霊がここを触ってってんのよ、体を、だからゾクッとするんだよ、そういうとき気をつけてくださいね、どう気をつけたらいいんですか、僕のところに来るといいです、振りやったもう、なんだ、全部振りでしたよ今のボケましたの顔やめてください、ね、何ですかもう腹立ちますね、腹立つってどういうことだ、長年培った腕をもう、はい、いかんなく今日ね、たくさん勉強されて、こういう話することなくなったじゃない、はい、たまに話しさすとやっぱいいね、面白いね、いや楽しかったです、今日いかがでした橋本さん、いやでもすごい盛りだくさんでいろんなお話を聞かせていただいたので、ね、すいませんね、自分の話ばっかりして、でもやっぱり怖いですね、でも全然信じちゃいます、うん、やっぱり説得力、うん、やっぱりこう枝豆さん霊感が終わり で、うん、でご自身で今日聞けなかった話とか、いや、うん、嬉しいわ、たくさん聞けたんで、もうちょっと階段、うん、一階段ファンとして感激しちゃったんですけど、うん、そのご自身の話を話す枝豆さんはしてたんですけど、枝豆さんが人の階段を預かって話すっていうね、またこれもとってもレアな、うん、はい、ものが見られる、ちょっと難しくて喉が渇いてちょっとね、カミカミになっちゃったわ、いやいやいや、うん、やっぱりでもすごく状況が浮かんで、うん、ね、ちょっと悲鳴上げちゃいましたもん、はい、で皆さん次回がですね、はい、これすごいんですけども、この、はい、お二方を前にですね、はい、吉田モーモーさんが怪談を披露されるということで、はい、もうすでに来週なんですがガッチガチに緊張しておりますどうですかレジェンドの前で怪談って、いやそうですね、だから
自分との戦いではあるんですけど、いつも一人で喋るものですから。だけどたくさんの人が聞いてくださってるという中、分からなくなっちゃいましたね。分からなくなっちゃいましたね。いやでもね、はい、でも彼は本当に僕一回話聞いてるんで、はい、すごい上手。おお、あの、ね、聞き取りやすいね。これはもう才能だと思う。だから俺はもう本当に前も言ったけど、俺の怪談話使ってどっかで喋っていいよって。はい、そうです、あの言っていただき、いや本当本当、はい、俺より多分うまく喋れると思う。いやいやいや、それはないと思う。でもそれを聞いてるんであれば、うん、僕枝豆さんのお話をこの人伝いで一回も聞いたことないんで、うん、気に入らなかったんですか、あの話。分かんないけど泣きそうになって。なんで泣くん、なんで泣くん。嬉しい、嬉しいのと、嬉しいのと、なんかボケなきゃいけなかったんだね。で緊張して泣いたの。俺が仕掛けたから、うん、ごめんな、なんか、うん、もうお前ら解散しろお前。いやでもうちの事務所来い。あはい、ぜひ。でもお話いいよって言われるなんてある意味二代目つまみ枝豆を襲名するぐらいの、えー、なんかそんなお話ですよ、うん、僕文庫買ってたんですよ。あ、はい、以前、はい、あれ、じゃあ何十円か俺のところ入ってきたんだね。中古で買ったんで、あれだったんだよ。ちゃんと買えよ。ちゃんと買えよ。でも本当優しくてね、素敵な先輩でしたね。そして橋本さんも絶対にもうセットで、はい、多分今日無事に終われたのは、はい、もう多分橋本さんのおかげだと思いますので、はい、皆さんを守ります。心強い、一番の、ね、お札ですよね。お守り代わりです、はい、お願いいたします。ありがとうございます。さあこの番組ですね、視聴者の皆様からですね、身の回りで起こりました不思議な体験随時募集しております。個性的な怪談師揃っておりますので、ぜひ皆さんね、ふるってご応募、くださいますとありがたいです。よろしくお願いいたします。はい。